チャンネルの翔です。今回の動画なんですけど、こちらです。インスタントタピオカ、近所のスーパーにですね売ってありました。先月ぐらいですかね、有名 YouTuber の方々がタピオカの動画を結構上げてられて、俺の好きなヒカルさんもですねタピオカのお店を来てくれた人たちみんなおごるみたいな動画が上がってましたね。タピオカを自分で作れるらしいんですけど、確かラファエルさんがそれやってましたよね。俺も動画にしたいなとはずっと思ってたんですけど、なかなかですねこうタイミングが合わなくてちょっとできなかったんですよ。そしたら近所のスーパーに売ってあるじゃないですか。まあ地味に高かったっすけどね。簡単ですよ。ほら、お湯を入れるだけだそうです。アイスでもホットでもできるみたいなんですよ。さすがにホットはね今の時期いらないかなと。なのでアイスで作ってみたいと思います。ベルカチャンネル。そしたら中を見てみましょうか。ほら見て、蓋ここちょっと見づらいけどストローを刺す部分があるんですよ。で中を開けるとほらストローも、まあこれがないとどうしようもないんだけど、ちゃんとあって、あとは乾燥黒タピオカ、あとはこっちがミルクティーですね。ちょっと見えないな。で中はこんな感じのこういう容器です。それじゃあこれで作ってみましょう。ベルカチャンネル。まずはお湯を沸かしましょう。ではお湯を沸かしている間に準備をしましょう。タピオカ、わこれタピオカなんだね。こんな感じなんだね。そしてミルクティー、ミルクティーも OK。 お湯が沸いてきた。よし、いいでしょう。じゃあアイスのとこまで入れますね。よし、このくらい。そしたら混ぜ混ぜします。5分待ってからこの中にアイスを入れます。でこのホットと同じとこまで上がったら OK みたいな。じゃあ5分待ちましょう。よし、5分経ちました。そしたら氷を入れましょう。まあ俺が飲む分だからこれでいいよね。結構入れるね。よし、ほら、たまりましたよ。ベルカチャンネル。さあ、あとは蓋をして、よし、タピオカの完成だ。さあ、できましたよ。まだちょっとあったかいんですけど、どんどん冷えていくんじゃないんでしょうか。さあ、そうしたら飲んでみましょう。
なんかタピオカがまだね、なんかネチョネチョ。お店とかで買うやつと全然違う。5分待ったんだけどな。なんか美味しくない。想像してたのと違う。わあ。なんか弾力がある。ちょっと残念ですねこれは。まあ作り方が悪かったかな。なんか見た目は全然いいと思いません？ねえ、失敗なのかなこれ。どっちが失敗なんだろう、俺かなこいつかな。ちょっとわかんないけど、手軽にできます。絶対こんな状態なら誰も買わないって。わあ、難しいっすね。機会があれば皆さんもやってみるといいかもしれない。これはちゃんと飲んでしまいますからね。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。